アルバニアにおけるマラープレスパ及びゴロブルドの範囲マラプレスパ及びゴロブルドはアルバニア南東部を示す地理的概念である。この地域はさらにマラープレスパとゴロブルドに分けられる。マラプレスパはオフリドお及びプレスパ湖の西側に広がりアルバニア南東部のコルチャ県、ボグラデツ県、デボル県の領域を含んでいる。ゴロブルドはディブラ、ディブラ樹道、 エルバ山周辺の地域である。マラプレスパとゴロブロドには共に、アルバニア人の村もマケドニア人の村もある。両地域の主要な住民は、アルバニア人とマケドニア人であるが、それに加えて、少数のブルガリア人、トルコ人、アルマニア人も居住している。アルバニアの公式の報告によると、ここでは、スラブ人の内マケドニア人のみが公式に少数、民族として認められている。 この両地域の町や村の多くが多民族からなり、主にマケドニア人とアルバニア人が居住している。ありがとうございます。